さんごきげんようになりと、今日もですね、村井さんにドッキリ仕掛けましょう。ありがとうございます。今日仕掛けるドッキリなんですけども、はい、あのこんなものを買ってきました。なんでしょう。デレーン、みんな大好きマクドナルド。久しぶりじゃない？久しぶり。マック食べる動画って確かにそうだ。久しぶりだよ。久しぶりだ。あ、食べてたか。ご飯だ。ご飯だ。ご飯だ。久しぶりでもないじゃん。美味しかった。ごめんなさい。ちょっと記憶が飛んでましたね。あのマックに新メニューがあった。そうです。とんかつてりたま。そう、とんかつてりたまが、うん、うまそうですよね。うまそうですよ。それを買ってきたんですけど、はい、やっぱ、はい、とんかつてりたま、聞いたら、はい、浮かぶものは何ですか。やっぱりね、うん、答えさせてくんねえんだ。今答えようかなと思ったんだけど、答えさせてくんなかったんだ。やっぱりドッキリでしょ。いや、そうなのね。ドッキリ、やっぱドッキリだよね。ドッキリだね。そうだね、うん、もう村井さんもね、はい、30何歳だ？ 38 歳。8歳かな？今年9かな？今年9ですよ、うん。もうすぐもう40歳ですよ。本当よ。もうそんな年いっちゃったら、うん、やっぱりこう、脂っこいもの食べるともたれちゃう。確かに、それはそうだ。だから、うん、若返ってほしいんだよね。若返ってほしい。なるほどね。童心の心を取り戻してほしいんだよ、村井さんに。はいはいはい。うん、で、今回は、うん、とんかつてりたまの、うん、とんかつを、はい、ビッグカツに入れ替えちゃいました。油っぽい関係ないじゃん。どっか行っちゃったら童心には変われるかもしんねえけど。まあね、結局油っこいんですけど。結局油っこいんかい。でもまあ子供の時はさ、これ美味しく食べれるから。そうだね。村井さんの精神年齢をこれで戻すことによって、うん、これも美味しく食べれるっていう、うん、そういう寸法です。いやいや、そういう寸法じゃないよ。無理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 。美味しいからね。そうそう、優しいね。優しいよ。そんな時ないよ。ないよ。そう、まさかビッグカツになってるなんて。本当だよ、幸せだよ。じゃあシミュレーションしてみましょう。しましょうか。村井さん、ディオナリン、ディオナリン、マック買ってみましたよ。マック最高だな。ディオナリン美味しいな。いや、新メニューのね、とんかつてりたまって言われてます。うわ、私てりたま大好きだし、とんかつなのか。そうなんです。最高じゃねえか。サクサクで美味しいらしいんですよ。あー、食べたい食べたい食べたい。食べましょう食べましょう。食べたいと思いまーす。ザクザクザク。ん？これは美味しい。はい、ザク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 。これは美味しい。ザク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 。これだよ。ドッキリさ。これはドッキリ。これはその。皆さん、なんかこれカツ。ビッグカツ入れちゃうじゃんじゃん。これビッグカツ入れ替えたの。はい。これはさすがのドッキリ。やべ、怒られる。嬉しいね。気づかない方はマジであると思うんだよ。そんなわけあるかって思うでしょ、みんなね。マックス村井はどうなるか分かんないですよ。いや、本当よ。そこがね、マックス村井のドッキリたるゆえんですよね。マックス村井のドッキリたるゆえんってよく分かんない。日本語めちゃくちゃ気づいたとしてもこれ当てらんないと思う。気づいたとしても普通に喜ぶと思う。なんだ、うめえっつって。うめえっつって斬新じゃんみたいなこと言いそう。というわけでこのドッキリ仕掛けていきましょう。さあ行くぞ。こちらが、うん、とんかつてりたま。いい匂いすんね。てりたま大好き。うわぁ、ここを、ちょっと開け中もこれを、ね、忘れないようにしよう。これとね、さすが。まずこっちのあのとんかつてりたま分解します。はい、こうわぁ、これで、このカツ。そうだ、うまそう。結構分厚いね。めっちゃ分厚いね。しっかりしたカツ。久しぶりにこれちょっと開けますね。子供の頃食ったなぁ。もう食べたよね。厚さほら、比べてみると本当だ。これ薄いですよ、これ。薄いっすね。30円ですからね。うん。ただこれが重なるとどうだい？どうだい？どうなんだい？聞かれてるとどうなんだい？近いものになるんじゃないか？なるんじゃないか？これが重なっていくところ。おら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 。あっ！一回乗っけてみるか。一回乗っけてみよう。はみ出し物だな。これバレるよ。これバレるな。これバレるよね。いや、ワンチャンバレないな。ワンチャンバレないよ。もうはみ出すをすげえじゃねえかよって、マクドナルド攻めてんなーとか言いそうっす。それこそボーイが、いつもやるみたいに携帯見ながら、なんか何層かになってるミルフィーユカツってあるじゃないですか、みたいな言い出して、それが挟まってるらしいっすよ、みたいな。いや、これは何層かに重ねて、ミルフィーユって言えばバレないっすよ。信じません。よし。これでソースをかけて、うん、いい感じにします。いい感じにします。見た目をね。はい。こうして、あ、あ、すごいすごいすごい。なんならこっちの方がとんかつてりたま。確かに。なんならなんならね。こうやって挟むのは、うん、待って、
めっちゃとんかつばっかり。これはやばい。これはこれめっちゃとんかつっぽく。これすごいぞ。マジで。めっちゃとんかつ感ありますよね。めっちゃとんかつ感ありますね。よし。よし。できました。一緒。一緒。そりゃそうだ。外見はね。で、どうやって食べさせるかなんですけど、はい、あの企画をね、うん、似せる企画を用意します、はい、これはハラミさん持ち込み企画ですっていう感じで持ってきます。どういう企画なんですか？まあそのとんかつセリタの争奪、うん、勝った2人が食べれる、はい、で、あの学生の時にこうよくやった最後の1本消しちゃいけないみたいなね、あるね、黒板でね、それをポテトでやります。はい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 、最後の1本を食べた人が負けみたいな。はいはいはい、はい、こうやって、で、まあ勝った2人が食べれますみたいな。うん、はいはい、で、まあ、村井さん負けることもあるでしょう、うん、で負けてもいや実はありますよっつって最終的に食わせるっていう。なるほどなるほど、やりましょう。それでいきましょう。はい、それでいきましょう。よし、でその企画もマックス村井ちゃんでちゃんと上がるんで。上がります。ぜひともご視聴ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。急に食い出すからな。さあ行くぞ。ポン。呼ばれて飛び出て行っちゃった。じゃあ、じゃあ、これ村井さんの挨拶からで、私の挨拶ですか、はい、皆さんこんにちは、マックスライト、リュウネイト、ハラミンタ、トンカツ、テリタマ、争奪、ポテト、最後の一本食べたらいけまっせー。なんだなんだ、食ってみたかったでしょ。食ってみたかった。テリヤキトンカツよね。そうですね、話題の新商品。でも私もうテリタマ大好きだから食べてみたくて、はい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 、でもただ食べるだけだったらもう思んないから争奪にしようという。なるほど、はい。それだけでもやっていこう。マイリョーマイリョーって言っちゃった。マイリョーって言っちゃった。1本。さあ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 、おーアップバンクで見た、アップバンクで見た、おアップバンクで見た、うまそう。トンカツテリタマ、どういう商品なんですか。違う、やっぱトンカツテリタマ、春の出会いをつなぐテリタマシリーズが期間限定で今年も登場、うん、今年はトン、何去年もあったのかなと思って。あ、ないよね今日。うん、ね、テリタマ、まあ、テリタマは毎回あるんです、はいはいはい、テリタマ、はいはい、今回は初めてトンカツ。おー、でしかも今回のはミルフィーユカツ、カツを層で重ねてるんですって。うまみたっぷり甘辛いテリヤキソースと爽やかな酸味と甘みが特徴のスイートレモンソース、プルプル卵との相性抜群です、うん、食べ応えのあるミルフィーユトンカツとプルプル卵の豪華な組み合わせ、美味しさがたまらないボリュームたっぷりの一品です。いただきましょう。いただきます。いただきます。うん、お、確かに食べ応えある。うん、カツ固めっすね、ちょっとね。うまっ。やっぱこの目玉焼きがうめんだよな、マックはな。うん、うん、テリタマ大好きだ。違うと思います。うん、これはとんかつテリタマではございません。いやいや、とんかつテリタマでしょ、どう見ても。そう言われますと。いや、納得いかないけど普通にうめえよ。全然納得いってねえよ。ただ普通にうめえよ。ガーッてってるよ。そう、ドッキリですよ。いや、本家食わせてくれよ。優しいドッキリ。優しい。何でしょうこれ。ビッグカツ。おー、うえいおえいおえい、知ってる。よかったっすね。よかった、うん、村井さん好きでしょ。うん、嫌いじゃない、全然。全然好き。嫌いじゃねえんだ。優しいね、と。優しい村井さんにね、あの子供心を取り戻してほしい。そう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 、これ、ほんとごめんね、ほんと悪いんだけど普通にうめえ。普通にうめえよ、これ。いいよ、いいじゃないですか。いいよ、よかった。よかった。普通にうめえ。別に完成度高え。完成だけ。完成だけ。完成だけ。
ちょっとすみません、一口。え、本家に勝ったんじゃないこれ。もしかしたら。どうだろうか、侍が。本家に勝ってる可能性あるわ、これ。確認させていただきます。はい、確認します、はい。どっちがうまいか、ちょっとね。うん。冷たいですね。え？コーンをつけ方に。すげえ。すげえ。やったな。いいドッキリ大賞。はい。このドッキリ面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。僕とハラミンさんのチャンネル、概要欄にリンクありますので、それぞれ別のチャンネルあります。ぜひ見てください。ぜひ見てください。はい。そしてこちらの動画の、まあ、裏話もありますので、はい、ぜひそちら概要欄のリンクから動画見てみてください。はい、ではまた次の動画で。さよなら。